佐藤正義、佐藤正義、明治10年8月2日は、江戸時代末期から、明治初期の乱学者、鉄道技術者、通称は与之助、号は利山、出羽国悪民軍賞河村の農民、佐藤与平の長男。幼い頃から、再帰間発で、高下元年に、出羽省内藩の選抜で、江戸に上り、広木貫介に法術を、かつ改修に乱学を、 伊藤宝山に関石を、佐藤常年に彫刻を学んだ。安政4年、長崎海軍練習所の生徒として、長崎にいたり、安政6年秋に来日したグいどフルベッキに、測量や、軍艦総連を学ぶ。同年に、省内藩、組保家家近く、江戸幕府軍艦総連書乱書翻訳方として、役付きとなった。文久2年に、大阪大和詰別法奉行、 源氏元年に神戸海軍総連省を司り、14代将軍徳川家持の大阪港視察に帯同した。また幕閣に神奈川に代わる横浜開港を県議した。明治維新後は民部省の初代鉄道助となり、日本初の鉄道路線となる新橋横浜間の鉄道敷設に尽力した。また明治3年に小野智五郎と共に東海道の調査を行い、 中仙道の線路不設を提案した調査報告書を上申。この案が中仙道幹線不設につながった。明治9年5月、病気により胃がん面関し、翌10年8月2日に55歳で死去。墓所は東京都港区の青山霊園にある。昭和39年、国鉄吹浦駅前に銅像が建てられ、それ以来、鉄道の日である毎年10月14日に、 地元では検証祭を行っている。ありがとうございます。